っていこう。ただいまより投票受付を開始します。府中の森で行われる一戦、直線の攻防にも注目です。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは10番嵐マウンテンが上がってまいりました。そのうちからは4番カタノアリュール、決勝アピールがその後ろ、そして4番手にマリンプロダクツでありますときめきハーバー、外から1頭6番ラッキーフェス光ロック、その外に12番雪景色、それから江戸の奇跡自然ドリーム、7番天竜王清水帝王、これがしんがりであります。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。順位が入れ替わっておりまして、先頭は笠野アリオルであり、離されまして3番江戸の奇跡。さあ第4コーナーを回って府中の長い直線、大歓声に迎えられて片野アリュール、先頭武豊と片野アリュール、さあ先頭は片野アリュールが2馬身リード、2番手に外から決勝アピール、このまま押し切るか片野アリュール、先頭武豊と片野アリュール、外からはときめきハーバーが来ている、ときめきハーバーが差を詰めてくる、先頭は4番片野アリュール、ときめきハーバー先頭、1着ときめきハーバー、2着は際どい、内片野アリュール、外天竜王。気を取り直して次行こう。1着5番、2着7番、気を取り直して次行こう。一番人気だね。ただいまより投票受付を開始します。各馬のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。スタートを切りました。12頭まずまずのスタートといったところであります。さあ外が行くのか内が行くのか、10番嵐マウンテンが先頭に立ちました。そのうちに6番カタノアリュール、1番マリンプロダクツ青葉ダンス、ときめきハーバーがその後ろ、府中のスタンドが揺れています。黄色い帽子カタノアリュールが先頭、さあ先頭はカタノアリュールが半馬身リード、外からは嵐マウンテン、このまま粘れるかカタノアリュール、このまま押し切るかカタノアリュール、外からは嵐マウンテン、カタノアリュール先頭、逃げ切れるか先頭岡部とカタノアリュール、光ロック懸命に追う、ときめきハーバーが外から飛んできた、先頭岡部とカタノアリュール、ときめきハーバーが差を詰めてくる、1着カタノアリュール。
一番人気だね。ただいまより投票受付を開始します。さあ、12頭のゲートインが完了しました。体制完了。ゲートが開いた。スタートの悪い馬がいますが、2番エリオールコット、これは追い込みの馬ですから大したことはないと思います。先頭に立つのは何か。12番カタノアリオールが上がってまいりました。パイプライターピラミッドスペシャル。12頭第1コーナー右にカーブを取ります。その後ろ一段すごい競馬になって、いよいよ直線。カタノアリウル先頭、一馬身リード、このまま押し切るか。カタノアリウル、カタノアリウルが抜け出した。さあ抜けました。カタノアリウル、ワシスパサーが差を詰めてくる。カタノアリウル先頭、外からワシスパサー。カタノアリウル一着、一番人気に見事応えました。確定しました。いいね。勝てるといいね。ただいまより投票受付を開始します。京都競馬場の白鳥もレースを見守ります。ゲートが開いた。まずまずのスタートを切りました。先頭に立つのは何か。2番サバプタッチ、先頭ミナトヒーロー。11番パイプライター、ちょっとかかり意味。花のコレクター、カタノアリュール、外から行こうというところ。12頭第1コーナー右にカーブを取ります。それから9番チェリーブライアン、これと一緒に単行を取るか。そしてその後ろからスーランゾーン、それから1番シーザーファイブ、そしてその外に8番オアシスパサー、ナハチルアーノがそのうちにいます。それからもう1頭ホークスホーム。もう一度前から整理してみましょうか。これが先頭7番カタノア。さあ一塊になりまして、第4コーナーをカーブ。緑の帽子カタノアリュールが先頭。さあ先頭はカタノアリュールが4馬身リード、チェリーブライアン懸命に追う。チェリーブライアンが差を詰めてくる。先頭は7番カタノアリュール、外からチェリーブライアン、先頭岡部とカタノアリュール、捉えるか。チェリーブライアン1着、9番チェリーブライアン、1番人気のカタノアリュールが2着。勝てるといいね。ただいまより投票受付を開始します。ぬかるんだ馬場を跳ね返す力強い走りに注目です。ゲートが開いた。まずまずのスタートといったところであります。果たして先頭に行くのは。アイルトピックがかわしていきました。カタノアリュール、6番ナイルアワーが上がってまいりました。4番トニーホームズ、12番ヒカリロック、もう1頭紅葉ローレル。12頭第2コーナー左にカーブを取ります。サファリハイセブン。一塊になりまして、第4コーナーをカーブ。大歓声に迎えられてカタノアリュール、先頭はカタノアリュール、外からはアイルトピック。さあ先頭はカタノアリュールが2馬身リード、まだ先頭カタノアリュール、内を通ってアイルトピック、先頭岡部とカタノアリュール、まだ先頭カタノアリュール、2番手にアイルトピック、カタノアリュール先頭、2番手にアイルトピック、先頭は8番カタノアリュール、2番手にアイルトピック、カタノアリュール、1着1番人気に見事応えました。やったね。1着
確定しました。お前ならいけるっていうか、いけ。何です？いい感じだね。まあまあかな。いい感じだね。いい感じだね。嬉しいか？よし、はい、何です？クエスト達成！やったね！まあまあかな。体重はバッチリだね。お、嬉しいか？よしよし。元気だね。いい感じだね。体重はバッチリだね。お、嬉しいか？よしよし。
感じだね。一番人気だけど。ただいまより投票受付を開始します。登場最終日切符をつむのは果たしてどの馬か。毎日杯 1800m 3番アナリュル、ちょっとタイミングが合いませんでした。それほど大したことはありません。先頭に立つのは何か。オースミマックスが先手を取りました。2番ステージ、どの後ろでやりましょうか。10番タイキブリザード、7番レオタイクーン、内から1頭タイキデューク、11番ドロナラッキー、内を通りましてパリスケイワン、バンブーフェリーにマルカオーカムがそのうちにいます。まもなく第3コーナー、赤い帽子にご注目ください。これが一番人気の肩のアリュール。そしてその後ろから4番イーデライナー、ちょっと離されまして8番名称ヨシエ、流れるようにレースが進んでおります。これが先頭大隅マス、あとは長い直線です。肩のアリュール直線伸びてくるのかどうか。大隅マックスが抜け出した。2番手にメルシーステージ、先頭は大隅マックス、外からはメルシーステージ、このまま押し切るか。大隅マックス先頭行く。大隅マックス、ああもう一杯か。ネオタイプーンかわして先頭に立った。先頭は7番ネオタイプーン、捉えるか。イーデライナー先頭、騎士とイーデライナー1着。イーデライナー、やられた。1着4番、2着11番。馬がレースから帰ってきたね。はい、何です？